サンシ。まったく、今日は驚かされるばかりじゃないですか。考えているのですか。それは霊力の消費が激しいカード、そんな使い方でいつまで持つと思っているのですか。話しかけないでくれ、気が散るとますます。土壇場のひらめきか、あるいはただの愚か者か、さて見ものですね。この手札を捨て石になさるとは、いささか戯れが過ぎますな。まさかカードに戻さなかったのは、君なら避けられると知っていたからですよ。仕上げは頼みますね、テーフさん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。何か手を打たなければ。このままではカードの効果が切れるのも時間の問題ですね。まだです。見事な起点であったぞ。だが、やがてその盾も尽きよう。その時こそ、我が百歩全敗の餌食となるのだ。くそ、勘弁してくれよ。これじゃまるで俺があのじいさんの引き立て役みたいじゃないですか。君は役目を十分に果たしました。俺が白暗士様をお守りしたことはちゃんと覚えといてくださいよ。分かっていますよ。百歩全敗は百歩の外で無敵を誇る技。テーフの懐に飛び込めば、あるいは勝機もありますが、水のない今の状況では残狼刀は打てません。え、もう打てないの？ああ、思いのほかダメージが大きかった。残りの霊力では自ら氷を作り出すことは不可能です。あの技が使えなくては、近づく前に射抜かれてしまうでしょう。くそ、どうすれば。孫子、カードを解除したらすぐ逃げなさい。私と周曹でできるだけ攻撃を引きつけます。無茶だって。白暗士の狙いはこの私、生かして捕らえようとするはずです。そんな保証がどこにあるんだよ。他に方法はありません。あなたの霊力は尽きてからでは遅いのです。
妙ですね。普通の霊力の持ち主ならとっくに効果が切れてもいいはず。あの少年まさか。そう、何か方法があるはずだ。考えろ、あるだろ、何か方法が。そうか。孫子、まだ動けるうちに早くカードを。カードは解除する。ただし、テーフに近づくのは僕だ。どういうつもりです。両運たちは援護を頼む。シューソー、水があればプールで打ったあの氷の技使えるんだろう。おう。だったらまだ勝機はある。いい目だ。覚悟を固めたか。楽しませてもらいましたが、どうやらこれまでのようですね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。なんと、シーズコナイが距離を縮めるとはいい度胸だ。だが容赦はせん。破れかぶれですか。シューソー、何ザンロート。ソンキーシューン。何おのれ。ほう、やりますね。あとは任せなさい。テフの覚悟。テフ、戻りなさい。覚悟。なかなか見事な連携でした。ではまたお会いしましょう。待て、逃がすか。よせ、周遊オーナー。奴をやるなら今しかない。ソーシー、あなたはもう限界です。ここにいてください。シュウユ殿は私たちが。待て。検定の配下にあれほどの者がいたとは。いましたか。いいえ、見当たりません。それにしても不思議です。周遊殿を動かせるだけの霊力が残っていたとは。さっき彼の霊力が一瞬だけ増加したのを感じました。あれが間違えてないとすると、まだ力を出し切っていないと。そんなことがありえるのですか。とにかく周遊を見つけましょう。お待ちしてましたよ。貴様、一芝居打ったな。まずい、どんどん霊力を消費している。一刻も早くカードに戻さないと。主君の指示に従わぬとは愚かな武将ですね。しまった。あっ。
かりしてください。これは親友。ソーシン殿、大丈夫か？あれは怪獣。ということは、これはただの傷ではない。治るよな。おじい様に見せてみないと何とも言えません。両軍頼む。周囲を助けてやって。ソーシン、カードにまで。両軍様、ここは危険です。早く離れなくては。行きましょう。まさか。ええ、南方利休へ。あとは彼女が案内してくれます。頼みました。孫心くんったら、また気絶しちゃって。かわいい。灯火闇に溶け、友の火は陽炎、手負いの獲物忍び寄る獣、月影が行く手を照らす時、荒々しき炎子現る。次回、恵比寿。